どうもカクテル田中です。先ほど私がですねエリクサーと言って飲んでいたものはですね、実はこちらシャルトリューズというリキュールでございました。はい、こちらのシャルトリューズというお酒なんですけれども、18世紀からフランスのシャルトリューズ修道院というところで作られているそうでして、3人の修道士さんしか作り方のその詳細を知らないという秘伝のリキュールということになっております。で、一部明かされているのがですね、シナモン、ナツメグなど130種類のハーブが使われていて、であと5回の浸漬、そのハーブとかそういうのを漬け込むとかですね、であと4回蒸留してで作られます。秘伝の俺に結構言っちゃってるんですね。うまっ。すごいハーブの香りがやっぱりすごいするんですけど、結構甘いです。だいぶでもだからすごい飲めちゃうんですけど、さっき言いました 55% なんで度数がかなり酔うと思います。はい、ということで今日はシャルトリューズというリキュールについてでございましたね。本当はもっと歴史を紐解いていくといろいろあったみたいなんですけど、僕もあんまちょっと分かってないですし、でもこれ本当にぜひシャルトリューズトニック美味しいので、ぜひ皆さんもお試しください。